季節外れの春から夏にかけて遡上するサケ、トキシラズ。道東で定置網漁が行われています。根室市の歯舞漁協所属の漁船が港から30分ほどの漁場で網を引き上げると、タラやカレイなどと一緒にトキシラズが姿を見せました。歯舞市場によりますと、近年トキシラズは不漁が続いていて、今年も水揚げは低調です。競りでは大きいサイズのもので1キロ当たり3000円と例年より高値で取引されています。漁は今月中旬に最盛期を迎え、8月上旬頃まで続きます。